はい、函館ワイオン村岡市長官です。70歳なんだけれどもハイカラさんになってもいいのかしらという、はい、お問い合わせをいただきました。というよりも開店前からですね、待って私が来るのを待っていていただいたお客様がですね、本日はこちらのね、赤の矢がすりに、紫色の袴スタイルをされました。で、夫婦で衣装を着たいと思います。70歳になってこういうことをしてもいいんでしょうかと。もちろんいいです。ぜひぜひね、はい、いつの時代も楽しんでいただければと思います。ですのでね、本当にこういう可愛らしい服装で衣装体験を楽しむこと、なかなかね、正式な場には着ていくことができないかもしれませんけれども、ぜひせっかくね、楽しい旅行気分を、ごめんなさい、味わいに来たんですから、はい、ぜひね、あなたの思いを何も我慢することなく、ぜひ思いを叶えていただければと思います。恥ずかしがらずに当店のスタッフに声かけいただければと思います。笑顔で、そして親切に、そして丁寧に、そして迅速に、そしてバッチリとあなたを仕上げます。返信させちゃいます。ぜひね、そのお手伝いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。函館ワイオン村岡市長官でした。